来ましたんでね、はい、体重が30ですかね、うん、朝一34、あ、すごいですよ、もうこれ若いから30、32、32、33、34 うん、明日ぐらい大変ですね、あ、よかったです。で、あれ用意作りました、はい、あります、何度になります、まだ28とかまでしか上らないので、カイロ手に入らない、カイロ買っておきます、なかなかね、売ってないんで、ね、最悪手に入らなかったら少しだけつけて出しますわ。それカイロが入れば多分30か33ぐらいになると思ってね、うん、まあ、なんか変わったことがあったらダメだけど、なければね、明日のこんな時間でいいです、夕方、はいはい、じゃあ退院予定でね、よろしくお願いします、行きましょうか、はい、それからあとね、ちょっと面会する前にね、鳥、うん、の持ち方を教えていいです、あ、はい、これ鳥じゃないんだけど、ほんね、ミニキなんですけど、うん、ミニキです、ミニキです、はい、ただね、あの、ここが顎だと思ってね、ここが、で、まず右をこう、で、軽く持って握ってください、で、ちょっと下の方で握って、で、左手で持たないと右です、薬飲ませないといけないから、あ、そっか、左手の、あ、ごめんなさい、右手で持って、右手で持って、左手の親指と中指で、この顎を押さえる、そうそう、指先でね、で、人差し指で頭を押さえる、で、話しながらこうやって持つ、で、寝かせないで体立てた状態、あ、立てた状態にして薬を飲ます、うん、あの子、上手に飲みますって言ってやれば、で、飲んだら、あの、まあ、2種類かな、うん、2種類飲ませて、で、飲み終わったら、でして、ちょっと口の前についた薬をね、ちょっとちゃんと拭き取って飲ませれば舌が動きますので、はい、分かりますから、で、飲み終わったら必ず口の周りを拭いてほしいんです、薬の中はどうしてもベタベタするね、飲み薬が、それがこう残ってるとですね、この辺あれについちゃうとカペカペになっちゃうから必ず拭くと、で、頑張っちゃうと知らないね、こうなっちゃうんですよ、飲ませる時に、うん、意識して頭を上にして飲ませてほしい、うん、もう一回やると、もう一回やりましょう、右手で、右手で持って、親指と中指で持って、人差し指で頭を持って、話しながら。で、もう一個の持ち方もあります。これは薬を飲ませる時の持ち方ね。もう一個の持ち方は、積み切りの時の持ち方。まあ、一応これも、まあ、これは別にやらなくてもいいんだけど、まず指で握って、人差し指と中指の指先で顎を持つ。で、離して体を持つ。そこで3本ありますね、親指と薬と親指。これで爪切るときは指を一個一個持たないと危ないから持って切るんです。で、まあ、これはとりあえずマスターしなくていいんで、とりあえずこの最初の方で、薬のそうこれだけはマスターしてます、こっちに残しておきますんでね。